パークラブの皆さん、こんにちは。浦杉正弘です。ロングステップパスとは無縁の人生を送ってきました。でも今日はロングステップパスも教えていきたいなと思います。ロングステップ、そうっすね。あんまりやってても見たことないあんまり得意じゃない。あ、動き的にうん。でも有効性は知ってる。あ、ロングステップパスってね、うまいやつめっちゃうまいよ。ああ、そうっすね。うん、かっこいいっすよね、ロングステップ。うん、ロングステップパス使う人使わないな、ということです。使わない、ここみんなできてんの。でやん終わんないっす。俺できた、俺できた、終わりました。うん、まあ一応俺、教えるっちゃ教える、うん、あ、うん、から教えます。うん、シャローラッソー個人ロングステップパスっていうのはこういうやつ。あ、かっこいいっすよね、あれ。あ、なんかやりたいなって思うんですけど、ロングステップパスの基本ムーブってわかる？基本ムーブ。そう、ロングステップパスってちょっと準備が必要で、はい、いきなり、はい、ロングステップパスやってくださいねって言ったらさ、やっぱみんなあんまできないわけよ。あ、クラスで教えるときとか。なんか、特にこうなっちゃう。寝ちゃう。うん、で、足がなんかこうやって、走れみたいな足になっちゃう。非常階段にあるやつ。はい、はい、みんな。こういうの。でも、これって結構危なくて、内側の靭帯結構行きやすいんだよな、こうやって着地すると。確かに。こっちに入るんですよ。だから、これ結構危ないんだよ。だから、気をつけてほしい。じゃあ、どうなのかって言われたら、こうだ、ね、立ってる。ちゃんと受け止めれてる。そう、で、こういう風に癖づけさせるために基本の練習っていうのがあるんだけど、まあこれ上司に謝る時とかにやってもらっていいと思うんだけど、多分もっと怒られると思う。社会できる。こうやってでちょっと膝入れるとこうやってで、こうやってこれで今謝ってるんですか。うん、一旦謝ってからそれやるってことですか。あ、いやいや、すいません、本当に申し訳ありませんでしたってめっちゃ受け止めちゃってこういう動き、はい、横から見るよ。横から見るとね、黄金長方形の形してる。黄金長方形黄金長方形ジョジョの最後の方でズルズルのやつ。そうそう、こうじゃん。じゃ、こうなってんの。こういうこういう流れを観察してる。そこからこうね。で、こっからまた左右。また謝ってる。そう、無限に無限無限謝る。無限謝る。無限謝る。無限謝ります。そう、こうやって。でも、こうやってちょっと膝入れて、こういうふうに足回していって、で、こっちは伸ばす。これ大事。向こうにいる犬と同じ格好してます。向こうにいる犬、あれもすごい黄金情報系。ちょっと映してあげてください、向こうにいる犬を。あれ、謝ってんですか。謝ってんすか。誠意を感じてる。分かった、これをパスに応用する。黄金情報系パス。かっこいい。じゃあこれ、じゃあ実際やるときどっから始めるのかっていうと、オープンガードとかをパスするときによく使うんだけど、こう、はじめにはやっぱこう、ヘッドクォーターポジション。こういうポジション。で、まあ、こう、頻尿の構えって呼ぶんだけど。え、頻尿、おしっこ我慢して。あ、そうやっぱ尿だったんだ。こういう。ああ、脱毛好きよくなってんじゃん。そうっすね、こう。ウレスリング中も頻尿の構えしてる。そうで、基本我慢してるってこと。綺麗が悪いっていつも言ってるからさ。ああ、そうそうっすね。で、こうなった時にこう入るじゃん、基本的には。で、こっちのパンツ持つでしょ。で、この手は首元に滑らせるわけだ。で、この膝は、お尻の裏に、この膝はお尻の裏に滑らせる。で、このまま足回していて、こっちに。で、こういう形で押さえる。そう、これね、視聴者ね、割と真面目にやってるからびっくりしてるよ。俺もびっくりしてる。そうなんだ。
本山が、こういう風に入ってきてヘッドコートポジション、頻尿の構えを作ってこうやって膝をお尻の裏に入れる。その時に手をここに滑り込ませる。握ってもいいんだけど、うんうんうん、結構奥襟握らないと、うん、前にやると飛ぶ時に肘が余っちゃうから、あできるだけこういうとこ持ってこういう感じにする、うん、で最後2音とかで切れるとすごくいい。こっちは枕ではないんですか？枕でもいい。あ、枕でもいいんですか？うん、深いのは OK、うん、あ、浅いのが浅くてこれが残っちゃうと、これ要はほら逃げられちゃうから、要は自分の脇をめっちゃ冷たいんだよ。あ、うん、密着感が、そう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 、全然違います。あ、そうなんだ。そうだ、こうなったら、うわ、こうやっていけばこの足入らない。そう、この足ひとこんって越えれるでしょ、うん、うん、で、これをやるときにあたってそのこの形だけ分かりました、理解しました、うん、ってなって、じゃあどうやって使うのかって話よね。うんうん、で、あの どういう流れで、そう、だからこんだけアクティブに動くわけで、はい、相手がさ、組み手とか、例えば突然つけさ、来てロングステップパスしようと思ってさ、相手が普通に組み手取ってガードバックしてきたときにさ、どうやって使う？確かに相手そう、あーってなるんですね。なんか行くタイミングわかんなくない？うん、確かにロングステップパス相手が止まってくれてたらいいけど、そうでしょ、さっきみたいに組み手がない状態で入ってみますよって言ったらわかるけど、うん、あ、うん、ないじゃない、そうですね、タイミングがさ、はい、じゃあこれどういうタイミングでやるのかっていう話だけど、まず普通に構えてこういう立ったスタンスが多分使いやすい、はい、ああそうなんですね。うん、VS デラヒマで、そう、やっぱりここに巻きつけられると面倒くさいんだよな、うんうんうん、だからあんまりこれとは戦いたくない、全然動けなかったっすね、うん、大体こういうこう立ってベースを取ってる構え、うん、はいはい、うん、からだからほらこれ使ってる人ってすげえ動き回りパス使うイメージない？ああ、ありますありますね。ということはその人ってさ、こっからは絶対スタートしないわけでしょ、うん、大体立ったところからのベースでスタートしてるわけだ、うん、でこっちに絡まれた手っていうのは何がかかっていても、何がかかっていてもこうやって無効にしてしまう、うん、意味ない。まっすぐ立つとこいつ無効なの、だいたいデラヒーマになっちゃうな、はい、だからこれなんか襟を絶対持ってくるわけ、こういう形で、うんうんうん、で襟持たれてるとこれ使えないの、今、うん、引っ張られてるとこれ使えないの。なるほど、寄ってくるのに、そう、これやっぱね、襟引っ張られてるとこれでよしやろうと思ってもこれ突っ張られたりこう邪魔すんだよね。ああ距離取れますね。そう、詰めれなくなる。だからやる場合は襟を必ず切る。はい、で襟切る準備する前にこれ順番があるから結構覚えておいてほしいんだけど、まあこれちょっと変えてもいいけど、時と場合によってはまずはまたぐ、またぐる、切る、切られる、でここ持つ、で滑らせる、おおお、こういう形。なるほど、あ、最後に持っとくんですね。持って一瞬ね、突っ張り棒を外すって感じ。うん、もしかしたらそれとこう交差させたらさ、体入れていけるでしょ、はい、止めるところがなかった、うん、振り向いてないうちにやっちゃう。そう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 、で、こうやってね、やられてデラヒーマで足持たれてるとかよくあるじゃん、はいはい、またカットする、これずらす、これできる、なんてことだ、グリップ外れちゃうんですね、これ押してるから。ああ。あの、グリップ持ってるデラヒーマの手がぶつかっちゃうんだよ。こうやってこっちやりまして、こうやって持ってる、あー、なるほど、切ってる、持ってる、あー、ゆっ、そうか、手と足が、そう、それやっぱこのグリップだったら取れるって感じなんですか？取れる。で、だいたいそのパンツデラの場合でも、はい、行く場合はある、で結構勢いで切れる場合もあるけど、ついてくる場合もある、はいはいはい、じゃあその時どうするのかって話やけど、これはある意味ガードを壊すためのパスでもある、うん、ガードブレイクとパスが混ざってるんです。そう、うんうんうん、例えばパンツデラをめっちゃ持たれてると、うん、で襟は解除できた、襟は解除できた、でこっち側行ったけど持たれた、ニクラス1回、あ、なるほど、これでパス、あー、連携すれば、そう、パンデラじゃなくなればいいじゃんっていう感じ。そう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 、確かに。だからロングステップパス2スライス、ロングステップパストレアンド、ロングステップパス、レッグドラッグって言って繋げてる選手多いよ。で結局バック取れてもいいやっていう気持ちでやると、
はい、だからブレイクしたことによってカメになったのに合わせて、なるほど、行ったりとか、絶対にここでベタって押さえ込まなくてもいい。そう、そっか、ロングステップ結構こっちに出るから相手こっちに向き直ってカメになろうとしますよね、うんうん、今一方向だけ見せたけど、うん、こっちの場合なんね、はい、あこっちの場合は例えばこっちのこういうふうにキックされてるとかこういう場合、うん、あこういう場合にこっちブレイクしていってでこっちの膝を前に滑り込ませる、あでこれエリーですで飛んでいってここに来るとこれ落とせるから、なるほど、これでかい、あなるほど、ね、遠くなっちゃった、すごい、だからブレイクロングステップした後に切る、あ立ち位置としてはこっちもこっちもできる、同じ方からやったんですか、そうだから左右いるんだよこれは、なるほど、うん、これ位置が相手の帯より下ら辺で腰切っちゃうと落とせないんですか、うん、落とせない、あそうなんですね、うん、だってアングルで考えてね、キックされてるアングルをここで切ろうと思っても切れないじゃん、うん、そう引っかかり強いです、ね、切れないじゃん、切れない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 入ってるか、ああ、僕それ一回練習してみたんですけど切れなくて、だから適当にこっち側に先飛んじゃえばここで切れない、なるほど、そこで弾くんですね、そうアングルのものだから、はいはい、うん、90度相手のガードワークから90度を超えたところで落とすと足はちぎる、なるほど、ああそうか、うん、すごい、そうめちゃくちゃ知ってんじゃん俺、めちゃくちゃ知ってるでも使わないんですなんでですか、俺は構えてこうだからヘッドコートがしない、うん、俺のベースっていうのは基本こういう構えが多くて、うん、襟取られてもいいですよっていうベースなの、ああそうだから襟を切るの頭ないから、あだから頭上に上がんないし、なるほど、そう引っ張ることに対して体勢はめっちゃあるけど、あそっかそっか、うん、そうそう、でこれはアクティブに動きたいから切るために頭を上げる、こういうベースを、うん、俺これはしないから、だから使う機会ね、うん、この中で言うと小太郎さんが、そうだね、ワンちゃん、うん、いやワンちゃんね、ワンちゃんワンちゃん、うん、それ使いますよ、それでるクーちゃんです、というわけでね、こうやってね、ロングステップパスを使っていくのも一つの手ですね、うん、うん、使いたい、かっこいいから、うん、無理無理、はい、というわけで、できればぜひ試してみてください、ではサブチャンネル始めました、 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね、今日も最後まで見てくれてありがとう、バイビー。